雨降りしきる7月7日、野田総理は就任以来4度目となる福島県への訪問を行いました。まず最初に訪れたのは、いわき市小名浜の漁港や魚市場。この港で水揚げされたカツオを試食しました。とても美味しい。とても美味しいですね。やっぱり拾いませんとね。とても美味しかったです。ありがとうございます。頑張ってください。そうですね。いや、もうお互い頑張りましょう。福島県の農水産物の大きな課題というのはやっぱり風評被害だと思います。正確に的確に放射線量を測って、それを正確に公表をしていく、情報提供をしていくということ。そしてこちらは農産物。ここ川内村では放射性物質を測定する機器を集会所などの身近な施設に設置し、家庭菜園で採れた野菜などでも計測できるようにしています。5月は村内8カ所で、558件ですか、の検査をしまして、で野菜からは全て犬でいいです。その他にも総理はさまざまな場所を訪問。いわき市の観光物産センターでは、現在震災の復興のシンボルとなっているフラガールの方々も激励しました。仮設住宅は2カ所を訪問。まず大熊町民が居住するいわき市内、そして川内村の仮設住宅では、4月に原発事故による警戒区域の指定が解除されたものの、いまだ自宅へ帰れていない居住者の方と挨拶を交わしました。子どもたちとの意見交換では、7月7日七夕の日ということで、今日はぜひ皆さんの夢とか希望を聞かせていただきたいと思います。川内の人が全員帰ってくるんです。そうだね、今2割ぐらいですか、ね、みんなが帰ってくるとお友達も増えて、もっと元気出ますもんね。我々も後押しをしたいと思います。七夕の短冊に総理が込めた願い事、川内の子どもたちの健やかな成長を。今日総理が視察をあさったように今帰還して、さあ頑張ってこう、呼吸も相当高まってはおりますし、総理のまさに福島の復興、これが日本の復興であるということをやっぱり信じております。今福島の復興再生の基本方針を策定をしている途中であります。で、今日はそのご意見を踏まえて最終調整をしていることのお話をさせていただきまして、7月の半ば、もうじきでありますけれども、閣議決定に向けて最終調整をしていきたいと考えております。